第48回プライムタイムエミー賞はテレビ芸術科学アカデミーが主催するエミー賞の一つで1995年6月1日から1996年5月31日までにアメリカ合衆国でプライムタイムに放送された優れたテレビ番組に贈られる賞である受賞式は1996年9月8日にカリフォルニア州パサデナにある カサデナシビックオーディトリウムで行われた。司会は、マイケル・ j フォックス、ポール・ライザー、オプラ・ウィンフリーが務め、アメリカでは ABC が生中継で放送した。主要部門以外のプライムタイムクリエイティブ、アート・エミー賞は先行して9月7日に発表された。主要部門の最多ノミネートは、ザラリー・サンダース賞の12部門で、ER 緊急救命室が11部門と続いた。 主要部門の最多受賞は、デニス・ミラー・ライブ、そりゃないぜ。フレイジャー、ガリバー、小人の国、大人の国、ケネディ・センター名誉賞、ピケット・フェンス、ラス・プーチン、ダーク・サーバント・オブ・デスティニー、X ・ファイルのそれぞれに部門だった。そりゃないぜ。フレイジャーは3年連続でコメディシリーズ作品賞を受賞した。受賞者は、各項目最上段に、太字のものである。なお、 カッコはアメリカ国内での放送権を持つネットワークであり、制作は異なる場合がある。数字は主要部門からの合計でプライムタイムクリエイティブアートエミー賞は含まない。数字は主要部門からの合計でプライムタイムクリエイティブアートエミー賞は含まない。ありがとうございます。